徳、MOND、仏、LUNA、ヒデ、MON、ラ、LUNA、ルーナ、ハ、地球の唯一の衛星、惑星の、周りを回る天体、である、太陽系の衛星中で、5番目に大きい。地球から見て太陽に次いで、明るい。古くは太陽に対して太陰とも、また日は、太陽、に、対して月は、ガチリン、とも、言った。古事記、では小泉の国から戻ったイザナギが、みそぎを言った時に右目を、洗った際に生まれた月読、月読の、命、が月の神格であり、夜を治めるとされている。同時に左目から生まれたのが、アマテラスで、太陽の女神である。竹種物語、では竹から生まれた絶世の、美女かぐや姫は、月の出身と明かし、月に帰っていった。他に、今昔物語集、の、天竺部に記されている、三十、菩薩の道を修行し、うさぎ神を焼く後、こと、という説話の、結末で、大釈天が火の中に飛び込んだうさぎを、月の中に移したとされており、日本では月にはうさぎが住んでいるという言い伝えがある。なおタイには、月の町と呼ばれるチャンタブリー県があり、その県章には月とうさぎが、書かれている。日本では、月の海をうさぎが平月をしている姿に、見立てることがある。月のうさぎ、古代中国でも月の模様を、うさぎの姿とする見方があり、月のことを玉うさぎ、玉と、と呼ぶ。月とうさぎとの由来はインド仏教説話集じゃあたか。